その川淵さんといえばリーダーっていうイメージがやっぱあって、うんうん、リーダーに求められる能力って川淵さんが言っておられたんですけどのない独裁者これって僕はあ確かにその通りだなって思うんですけど、うん、それを実行するのって結構。 大変だなというかどうしてもよく生まれちゃったりするんで私利私欲っていうのは上に行きたいという気持ちと直結するとこあるからね何でも私利私欲なきゃより良い,い仕事ができるからそんなことはなくてやっぱり若い時は私利私欲いっぱいあるわけだよね加藤<ー> <laughs> さん<だ>ありました、うん、そりそりあったさいっぱい <laughs> で、だん,だん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 それがその年とともに私利私欲の部分が減ってきてで最後のところでやっぱり世のため人のため ななんととかスポーーツ界、うん、サッカののためにやりたいなという気持ちの方が、まあ、今なんかもう80過ぎてるからもうほとんどそのある意味で言うと純粋な感じでね、うん、例えばどっかの何かの候補になってください、うん、じゃあ安倍さん1,000万ぐらい出しちゃいいですかって言われても断固、はい、拒否するねそんなことでこの組織がやっぱ他からのら 格好を浴びていろんな人の、えー、興味と関心を持つきっかけになるならば、うん、じゃあ僕はそのまあなんとか顧問とかなんとかになってもいいですよってだからそういうの結構いいよ今だからあ,ありがたいなと思うんだけど、まあ、一つの寄与してるのにあの東京関係で優秀ないっぱいあのエネルギーをたまった人はいて。 まあ、4050でやっぱりその会社では大会社の中でうつうつとしてるけど、うん、地方でたまたまその人がその地方の企業に移ってでそこであの、えー、研修みたいなことを半年ぐらい長期で渡ってやってうまくフィットすればこっちに転職するということをや,、うん、や,やり始めたで。これなんかは今のやっぱりその 地方創生とかうん、うん、やっぱり生きがいとか働き方改革とかっていうに直結することなんでねもうこういうのはもう絶対にもう積極化に自信持ってやった方がいいよって言うんで、まあ、そういう言葉だけの応援なんだけど<ー>でそういうのは喜んで僕の名前があのマスコミが取り上げてくれるならば喜んでありましょうって。うん。<ー>あのー、なんかその僕の中でリーダーって言われる人ってサッカー界で言えば。 まあ、あのよく言われるクラマーさんとか、うん、僕の中ではオシムさんとか、うん、あリーダーこういう人たちなんだ、うん、で監督って、まあ、そのオシムさんが言ってたのが調教師じゃなくて教師だと。うんうん ちゃんとそのお教えることをしなきゃいけない、うん、で企業においてのリーダーとちょっとそのサッカーの監督のリーダーってちょっと若干違うのかなと思っていて、うんうん、企業のリーダーとか例えばこういう教会の組織のリーダーに求められるものっていうのはやっぱりチームのリーダーっていうのはすべてを自分でやっぱり方向付けしてやらないかんからね、うん、だから普通の企業のリーダーとはちょっと違うよねうん、うん、だから、えー、企業のリーダーっていうのは <laughs> 一人で こう我が道を行くくということでは絶対成功しなくて仲間をいかに作っていくかいかに多くの,その自分の思想を共鳴してくれるスタッフがそばにいるか,かこれをやっぱりここで伝える人が本当にその人とまあ一体感を持ってその言ってることを理解してそれをどんどん伝に伝えていく。 自分だけ受けると思って、振り向いたら誰もいなかった。っていうことはよくある話だけど。だからやっぱり共鳴してもらわないと。だから、僕はまあ、あのレリーの場合には優れた仲間がいたのと、b リーグの場合は仲間がいないわけだよな。<はい S 1> 誰もはいはいはいそれでそれをバスケットボールの関係者。 そう,いうのまあ、そういう地位にいた人ともう延べで十何人あったかなで、うん、親しい人がいてあのバスケットボールのことで具体的に話を聞ける人を紹介してくれとかいろんなことをやって結局みんなダメでね、うん、全部ダメで,え<っ>で大体ね会って話するでしょ、はい、でいきなり悪口言う人はもうダメだね <laughs> いきなりね誰かの悪口言う人はもう絶対 実際に認めないあの人とは一緒にやりたくないとかあの人がいろいろ陰でやってるようじゃもう自分でやりたくないとかいうような人を採用したって役に立たないねだからまあそういうんでいろんなことがあって結局文科省があの坂井田さんっていう東大の理事をやってる人を紹介してもらってそれでまあなんとか優秀なスタッフができてで今度 J リーグの常務理事が川口さん死にそうな顔してるけど。<laughs> 僕バスケットボールをやったから応援してもいいですよって言ったからまあ気心知れてるし仕事のそういう内容も十分知ってるからじゃあやってくれって言ってそれをその初めに2人が見つかってそれがなかったら絶対無理だね,ねでもやっぱそこにこう川辺さんがまあリーダーとしていた時にまあキャプテンとしていた時にその信頼関係っていうのをいや川辺さんはこう じじゃゃ信頼してやるじゃないですか、うん、でもその例えば部下が上司を見たときに、うん、何をもってしてこの人信頼に至るんだろうなっていうふうに見えると思いますかやっぱりね進むべき方向を明確に示すことそしてそれに対するそのそこの経過をこういうふうな過程を踏んでこの道を歩んでいくっていうことそれからまあ,あのいろいろ話をしている中で 自分にその仕事をこう任せられてるなという、うんうん、こういうことに対してああ川淵さんは認めてくれてるなと例えば B リーグでロゴマークを決めるときに、はい、いろんな会社が応募してくれて、はい、2> で2つアイデアが出てきて、はい、で川淵さんはどっちしますかっていうか俺はこっちの方がいいなと思ったんだけどこのロゴマークなんては若者が今これから。 あのそれを見るわけで年寄りの俺がどうして決めたって、うん、年寄りが決めたことになるから、うんうん、もう僕は一切タッチしないもう若者で決めろって言って俺がさあのこっちの方がいいなと思った別の方を決めた <laughs>、えー、だからそういうことで任せられてるっていうふうなことでの自信と<ー>そういう自分自身のプライドと仕事に対するプライドとそういうのがどんどん出ていく。でそれが 日常の会話とかなんかで言う,うたびに何か言うことが違うとかね疑心暗鬼になるようなものの言い方をしてると下からの信頼を得られないねあでもやっぱり最終的に株式キャプテンが意思決定するわけですよね、うん、でもそれはもうここで決めたことだったらこのあたりはいいよと決めて、うん、じゃあ最後反抗するみたいなぐらいってことですかそうそうだからねえっ、ー、と例えば 5000人収容のアリーナを確保すること、うん、80%以上そこでホームアリーナとして試合をすることとかね、うんうん、そういうのは断固僕はもうあの誰にもこのことに対して文句をつけさせないんだよね、はい、だから不益流行っていうことはあるよね、はい、その不益の部分は僕はやっぱりドンと決めて流行の部分はやっぱり若手がやっぱ決めていくとこういうふうな感じかな あの僕が責任者になってもみんながこうやりたいっていうのはもうあんまり口出しなかったね<ー>ほとんど、うん、フレームだけしっかり決めてそ<う>あとの中身はそう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 なるほど、うん、あこれすすごく勉強になりますよね、うん、だから、うん、あんまり細かいことまで言うと、はい、え教え込まれるっていうか何でも指示してくれると思うからね指示してる、うんうん、くれることをやっとけばいいと思うから自分でものを考えないのよ なるほどだから自分でものを考えさすようなその生かし方をしないとこっちもしんどいからねいやーこれはあのー、マネージメント層においてはすごく重要なことをお聞きできたのかなと思うんですけどあの最後にですね、うん、日本サッカーそして日本のスポーツ界の未来についてお話を聞きたいんですけど。うんうん 2050年にワールドカップ優勝、うん、それは実現できると思うよ日本になんかサッカー向いてないと一番意味わったんだよ